はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、バレンタイン限定任務の1号作戦、こちらの方の配信をしていきたいと思います。今日は、サムネイルにもしたんですけども、林もの方をね、活躍をさせていきたいと思って、選んでみました、それではね、早速始めていきたいと思います。かのやさん、いでやさん、こんにちはです。今日も、よろしくお願いいたします。じゃあ最初に今回の編成の方をですね、紹介していきたいと思います。はい、空母Qさんも、こんばんはです。今日はね、この林もをね、中心とした、艦隊編成としております。こんな感じでね、組んでみました。旗艦を林も、そして、両艦として秋下、そして、清下ですね。この3人を合わせて、第二駆逐隊、当時は、最新鋭の駆逐艦ですから、当然ね、二水戦にも選ばれていますし、そして、その機関として、能代ですね。あ、こんばんはです。先日、フォロワーさせていただいた方ですね。見に来ていただいて光栄です。はい、まだまだ、不慣れな提督なので、もしご助言等をいただけたら嬉しいです。そして、編成の方に戻しますが、こちらの、中にですね、あと岸波と瑞穂を選んでいます。岸波については、同じ遊雲型駆逐艦ということもありますし、一応ね、レイテの、時も、艦隊の部隊こそ違いましたが、共に戦ったということもありましたので、選んでおります。最後の瑞穂については、なかなかね、活躍をすることがね、できなかったシーツというものもありましたけども、今回の任務に合わせて、戦ってみるだけのね、戦力は十分あると思いましたので、軽巡1、駆逐4、水母2の編成でいきたいと思います。そして、作戦の内容ですね、そちらの方も今ご説明いたしたいと思います。今回のバレンタイン限定任務は、軽巡1隻及び駆逐艦2隻以上を含む艦隊で、南西諸島防衛線、南西諸島近海、バシー海峡及び東部オリオール海を哨戒、敵艦隊を捕捉、撃破し、各海域の制海権確保に努めよということになっております。全部で4つの海域を A 勝利で攻略と、いうことになるんですけども、実を言うと、2-2 のバシー海峡だけは、解剖艦を入れないといけませんので、そこについてはその時になったらね、解剖艦の紹介していきたいと思います。
それでは早速 1-4 から攻略をしていきましょう。一生涯ソロプレイヤーさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。ではね、早速、出撃の方をしていきましょう。はい。装備については基本的には手法と、電弾、駆逐艦の装備はそのようにしております。みずほには、対戦ではないんですね、公表敵と随雲と水上戦闘機の、制空担当、能代には主砲と偵察機を積ませております。これで大丈夫でしょう。では行きましょうね。林も罰病します。この海域はね、最初のこの分岐のところがランダムになっているのでね、占領ができないというちょっと困ったところなんですけども、今回は下の方に行ってくれましたね。道中2戦になるのかな。では探獣陣で戦闘開始です。私とやる気なの？いいわ、お相手します。はい。朝福さん、こんばんはです。今日も、来ていただいてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。よしよし、反抗戦。いいですね。最初の戦闘は、全く問題なくね、いけましたね。今日は、幸先がいいスタートが切れたと思います。みずほの戦果が一番なのですか？提督、どうしましょう。どうしましょうってね、みずほ、今回もね、バレンタイン仕様になってます。皆さんもお気づきですが、このみずほというカムスはね、限定グラが非常に多いので、通常見る方が珍しいというちょっと変わった子ですけどもね、そこが楽しくもあります。桜井イリスさんもこんばんはです。今日もよろしくお願いします。あ、かのやさん、くまよろしくだ、くま。のしろは介入しないんですかという問い合わせですね。今、バレンタイン任務が終わればですね、その次にのしろのね、任務もやろうと思います。その時に介入にしようと思っております。今回は、林物、第二駆逐隊ということを、意識した時に、その当時、第二水雷戦隊に帰還だった能代をね、ぜひ活躍させたいと思っての編成になっています。ということで、能代の解任については、もう少しお待ちいただければと思います。本当にね、この、第二水雷戦隊の頃が本当にもう最後のね、艦隊と呼べる、日本の海軍のね、舞台だったわけですけども、今はね、みんな集結してますので、みんなの活躍を、見せていきたいなと思っての今回の選別になっています。私とやる気なの？いいわ、お相手します。敵艦発見いたしました。どうしましょう。いいですね、対空カットイン。
うん、残りはまだたくさんだな。空き地も そんなね、攻撃はまだまだ当たらないんですよ。大丈夫ですよ。うん、よしよし、ここはねまだ道中ですから野戦まで行く必要はありません。うん、やっぱりここのルートに来るときついですね。でも、ちゃんと耐えてくれました。野城が一番活躍したのですか？まあ、阿賀の方としては当然の。でも、嬉しいですね。嬉しいですね、野城。ではね、このまま、ボス戦まで行ってみたいと思います。それないよね。それないよね、大丈夫だよね。よし、それなかったね。うん、では、ここも短中陣で突破をしましょう。みんな頑張ってきてね。私とやる気なの？いいわ、お相手します。よし、相手のね空母がいても、こちらのね水上戦闘機、ちゃんと制空は取れますね。ということでね、林物バカみたいという、セリフが印象的ですけども、最初の 1-4 勝利取ることができました。みんなお疲れ様。今の改善、野城が一番活躍したのですか？まあ、阿賀の方としては当然の。でも、嬉しいですね。そうだね、嬉しいですね。これで、まずはね、最初の、陣痛さんですね。陣痛です。どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。陣痛さんもね、先日のアップデートで単焦灯の補正が入ってますのでね、どこかで活躍させたいんですけどね、まだちょっと今はその時ではないそんな感じですが、よろしくよろしくです。艦隊が戻ったわフフ戻りました、いや、林も嬉しそうですね。まあこういったちょっといつもと印象が違う子を使ってみるとね、また、感じ方も変わるかなとも思いますけども、皆さんどうですか？ユグモ型駆逐艦使ってらっしゃいますか？私もなかなかね、解任になった子は主力として使ってはいるんですけど、なかなかそれ以外だと出番を与えてあげないと出撃する機会がなかったりっていうことが多かったんで、もうこういった期間限定のイベントには、とにかく使っていきたいなと思って選んでいます。はい、じゃあこのまま、2-1 ね、こちらの方の攻略に移りたいと思います。はい、あ、それとですね、今日は
たまたまなんですけども、ローソンに今日帰りに寄ってきたんですけども、こういうものが昔売ってたんですけど、まだ売れ残りがありましてね、買ってきてしまったものがあります。こちらのね、ちょっと今画像でお出ししますけども、こちら、はい、こちらは、カンコレ6周年、カンコレ陳寿府、&ローソン、公式カンムスアクリルペンスタンド、ボールペン付きということでね、まあ、7周年のは今だから、これ去年1年前なんですよね。なんで残ってたのかなという感じもしますけども、まあ目についたのでね、買ってきてしまいました。はい、これがねポーラなんですけども、実は、まあ、これ以外にも種類がありましてね、ちょっと画像には今日はちょっと落としてないんですけども、よいしょ、全部で、5種類残ってましたので買ってきてしまいました。ゴトランドと、あと、大淀ですね、と、あとガンビアベイ、そして、加賀さんということで、全部で何種類あるかまでちょっと調べてなかったんですけども、とりあえず5種類ありましたので全部買ってきました。なんで残ってたのかまで分かりませんけど、まあ本当に普段、まあ、ローソンに行けば、まあ、大抵こういう商品っていうのは、まあ、カウンターの前であったり、まあ、一番前に置いてたりするんですけど、まあ、時期が過ぎちゃってたので、多分、まあ、そういうこともあって、ちょっと奥のねお菓子の棚があったんですよね、そこに上がってました。はい、まあ、私もなんであるのかなと思いつつめくってみたらね、数がありましたんで、今回は、まあ、収穫ありということでしたので報告させていただきます。はい、持ってる方いらっしゃいますかね。まあ去年もう1年前ですからね、まあこれにかこつけてではないんですけども、私での方で、まあ過去、まあこういってローソンであったり、まあ一番くじであったりでゲットしたアイテムがね結構あったりします。はい、なんで次回以降は一つ一つなんか紹介していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、一応今日はねこちらのスタンドの紹介をさせていただきました。はい、それでは、続いて戦闘ね続けていきたいと思います。小一号作戦、なんだ違うのか。小一号作戦ね、まさに林もが実戦に投入された海域といいますか作戦ですけどもね、まあ、この海域に関しては大丈夫かな。そういえば低速だと2000するかもしれないけど、まあ多分ボスまではいけるでしょう。いきます。はい、皆さんいいですねということでいただけたのでありがとうございます。はい、皆さんもいろいろとグッズ持ってらっしゃるかと思うんで、その時もしね同じものが持っていれば嬉しいですね。はい、水を参ります。攻撃開始、打ち方。そうですね、まあ限定グラフィックで、しかも服装もね制服着てたりするとゲームでコラボレーションすると
うん、というところもあったりするのかなとはね思いますけど、うん、夕立とかもね、あ、夕立じゃない、あ、夕立とかもあそこ、あのコンビニエンスストアの名前が出てこないな、ファミリーマートですかね、コラボした時にはやっぱりねファミマの制服着てましたけど、それはさすがに出てきてないですからね、うん、朝福さん、今年のクリアファイルくらいしか持ってないですということでね、うん、なかなか販売してる箇所が限定されてるアイテムに関してはちょっと、うん、難しいですからね、うん、私も今回ローソンのこのクリアファイルで、うん、取ってきたのは、金剛のね冬服バージョン、うん、あと2つも取ってきたかったんですけど、ちょっと今、ダイエット中だったのでお菓子を控えておりますそれ、まあ、そんな理由で、うん、買わなかったというね、うん、白雪です、よろしくお願いします、まあ、仕方ないね、うん、どうしてもねお菓子は美味しいんでね、買ってきたら食べちゃうんですよもう、うん、よしよし、ここまでは予定通りだけど、うん、これが S と出るか、そのままボスに行くのかちょっと分かりません。うん、あ、やっぱり低速艦いると下行っちゃうんだな。ちょっと厳しい戦闘になりそうですね。うん、でも大丈夫です。突破できる。勝てるよ、みんな。私とやる気なの。いいわ、お相手します。あ、カノヤさん、今回のローソンでフレッチャーのタペストリーをゲットしたってことでね、まあ、今回は2種類タペストリーが確かあって、あれ、フレッチャーともう一人誰だっけな、ちゃんと戦闘の方はね、うん、そう、そうなんです、桜井イリスさんの問い通り薄雲です、はい、うん、今、持ってきました、フレッチャーと、うん、薄雲だったんですよね、うん、いけないな、うん、ちゃんと薄雲をね忘れないであげてください、うん、今回はねちょっとこれ取るのに景品だったドリンクがねだいぶ高かったんですよね、うん、まあそれでも買っちゃったんですけども、なかなかねああいうドリンク剤っていうのは、うん、まあね普段飲んでる方は飲んでるんでしょうけど、あんまり普段飲まない人だと飲むタイミングがねわからなかったりしてちょっと困ったりしてます。一本は飲んだんですけど、もう一本は、うん、あ、クマね、よろしくだクマってね、で、まあ、今週の後半でも、うん、飲もうかなと思います。今週のね2号作戦の時には飲もうかな、うん、なかなかね2種類を出してくるっていうのも最近で、初めの頃は
1種類しかねタペストリーも出してなかったんですけどもね。いやいや、と言ってる間に、ポス戦となります。うん、ちょっとね、みずほが低速感だっていうこともあって一戦多くなっちゃいましたけど、多分これは激戦になるでしょう。みんな頑張ってきてね。うん、私とやる気なの？いいわ、お相手します。このね、ボス戦は、あ、TG フリーになっちゃった。これは。ただでさえ、相手は重量級だというのに、これではね、ヒル戦でも半分落とせるかどうか怪しい。やっぱりね、厳しいね。こちらからの攻撃がね、ほぼ昼戦だと通らないよね、これだとね。いけますね。打線で、勝利以上をね取りに行きたいです。はい。突っ込んでみる。しつこいわね。今度は守るって言ったでしょ。この負けもか。残念は十分よ。打ちまくれ。ね、野戦になればこっちのもんです。ね、ちゃんとみんな一撃必殺。勝利を取ってくれましたね。ありがとう。うん、どう？これが実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ。ね。清も、戦艦にしてあげてもいいんだけど、できないんだよなってね。まあ、妖精さんでは、一式鉄鋼団会のね、だったりもするんですけど、とにかく今回も、勝利ということで、みんなお疲れ様です。うん、私が鳥海です。よろしくです。はい、鳥海さん、よろしくです。鳥海さんもね、野戦火力半端ないんですけどね。いずれまた、ちゃんと機会を作りたいと思います。艦隊が戻ったわ。ね、戻りましたということで、これで、2つの海域が攻略できたということになりますね。ちょっとちゃんとなってるか確認をしましょう。はい、今ちょうどね 50% になってますので、あと2回機攻略をしていきましょう。次は、2の3の方にね、このままの編成でいきたいと思います。ありがとうございます。お礼を。まあ、なかなか次の2の3の海域はルート固定がねちょっとできない海域なので、だいぶ、ルートは上に行ったり下に行ったりする可能性がありますけども、最終的には、まあ、ランダムではありますけど、ボスマスにはね、到達できるという編成なので、少し、すすが司令官、かまってくれるなんて、優しいのね。ね。まあ、サシモにはこれ以外にもね、梅雨バージョンの限定グラフィックがあったりとね、
本当にまだ優遇されている方ですね、うん、では、2-3、昔はお料理と言われた、うん、まあ今もお料理なんですけどもね、まあお料理とは言われなくなりましたね、うん、懐かしいな。林も罰病します。さあ羅針盤はどっちに向くのか。お、上に向いたな。ということは、道中参戦ルートに乗ったな、これで。私とやる気なの？いいわ、お相手します。最初の相手は水雷戦隊。大丈夫、大丈夫、大丈夫。落としきれないの。まあ、まあ、TG フリってね、まあ、先日、艦隊分析をちょっとやらせてもらった時にもね、まあ、TG フリ、まあ、これがいいのか悪いのかと言われると、まあ、道中に関してはね、こちらのダメージがこう、まあ、相手にも通らないんですけど、こちらの方にも通りづらいというね、まあ、利点というか欠点というのか、まあ、そういったものもありますのでという話はちょっとさせてはいただきましたけども、まあ、かえって TG 有利とか出されるとね、まあ、ドキッとしちゃうんですよね。初島です。皆さんよろしくお願いします。はい、初島ちゃんよろしくお願いします。さあ続けてね、進軍をしていきたいと思います。うん、ここがねどっちに行くかなんだよな。まあ突破してからの問題なんですけど、多分ねこのまま東の方に行くとは思うんですけど、まずはこの戦闘突破をしていきたいと思います。私とやる気なの？いいわ、お相手します。敵艦を捕捉しなくては。いいぞ、しっかり。よし、これも先ほどと同じように。発見いたしました。どうしましょう。なちょっといやまずいな、 TG よりはまずいな。こっちの攻撃も通るけど相手の攻撃もね通りやすくなるんだよな。怖い怖い。なんだか私が一番出てほしくない陣形がね出てきてしまってちょっとびっくりしましたけど、いやー怖いな。でもみんなね、ちゃんとかわしてくれましたからね。よかったよかった。今の回戦、野城が一番活躍したのですか？まあ、阿賀野方としては当然の。でも、嬉しいですね。はいね、嬉しいですよね。あ、ここでもドロップするのか。あまりね、こういうところを、今日2回目のね、陣痛さんでしたね。陣痛です。どうかよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではでは続けて進軍していきます。どちらに行くのか、どちらに行くのかといえばやっぱりそっちに行くんだよな、ここを抜ければランダムでボスに行かなかったりする時もねあったりするらしいんですけど、まあ、大概ボスには行けそうです。よし、みんなここも突破をしよう。行ってこよう。私とやる気なの？いいわ、お相手します。敵艦発見いたしました。先ほどとほとんどね変わらないけど、
今度は敵が単獣人だからね。打ち負けるなよ。よし、みずほ、よし、危ない。ダメージはねちょっと入ったけど、うん、勝破で。もうねこの切実なお願いっていうね言葉が、うん、どうしましょうと言ってもね、やっぱり瑞穂が活躍しないことにはここは突破できないのでね。私、妙高型従順洋館妙高と申します。共に頑張りましょう。ここで妙高さんが来たか。妙高さんも、うん、すいません最近出してません。はい、でもね、後半のバレンタイン限定任務2号作戦では、うん、従順も出ないといけないので、うん、その時に、でも、そんなのさっき鳥海さんにも言ってしまったな。うん、まあそうは言ってもね、今はこの海域の突破、これが重要です。それないことをみんな祈ってね。うん、いけましたね。ではこの戦力ならまだまだ戦えます。みんな頑張ってきてね。単獣人で戦闘開始です。私とやる気なの？いいわ、お相手します。敵艦を捕捉しなくては。うん、反抗戦。またしても艦首が。ここで完全に立たれてしまったか。これでね、あとは野戦でとどめを刺しましょう。全艦戦闘開始。やりましたね、うん、道中はちょっと長かったんですけども、うん、これが実力だって。そろそろ戦艦にしてくれてもいいのよ、ね、最後も、みんなの活躍でね攻略できました。みんなお疲れ様です、うん、足柄よ、蓬莱激戦が得意なの。よろしくね。あ、今度は足柄さんですね。よろしくお願いします。あ、これはもうねみんなアピール合戦になってきましたね。鳥海に、妙高に足柄、あ、誰を使ったものか。まあ全部使えばいいって話だろうけどもな、うん、そうしよう。まあ1回機ごとにまず1人は出していく計算で
いければな、大丈夫だろう。まあそんな感じで、オリオル会攻略になりました。はい、艦隊が戻ったわ。まあ一応ね、今回の、この3回忌については、まあ事前に、まあこの舞台ではないんですけど、他のカンムスでちょっと試してたのでね、まあ、問題なく攻略できるだろうとは思ってましたが、思ったよりも、スムーズにいけてよかったです。はい、という感想を言ったところでね、まあ、実際のところはもう一つだけ残ってる 2-2 が一番ちょっとね、編成が特殊なものですから、最後ねこの編成になります。横須賀防備隊解剖官平戸罰了いたします。この海、そして皆さんを平戸が守ります。平戸をね今回使っていきたいと思います。この子はまあ史実でいうところの、非71戦団の護衛任務に当たっていたということがありました。まあね、輸送作戦っていうのも、まあ、地味なものではありますが、本当に命がけといったことで、解剖官もね、まあ、その任務を全力で、当たっています。はい、旅館としてもう一席。皆さんを未来を信じます。もちろんミクラも一緒です。同じ、その日71戦団の護衛を務めたミクラですね。この、平戸とミクラを加えた、清志も、あ、違う清志じゃなくて、秋下と朝下の城、そして瑞穂のね、この艦隊で、2-2 を攻略していきたいと思います。はい、申し訳ありません、このような姿で。なんか頭が痛い、しっかり見てもらってくる。心配性なのね。この海、そして皆さんを平戸が守ります。さあ、ちゃんと守って、今度こそ守っていきましょう。ではね、バシー海峡、今度こそ第一海上護衛隊解剖官平戸出撃参りましょう。今度こそ守りましょう。それではね、最初の、戦闘移りたいと思います。単獣人で行ってみましょう。みんな頑張ってきてね。あれは敵、迎え撃ちます。皆さん、ご用意を。敵艦を捕捉しなくては。水を、単獣人か、ちょっと怖いな。敵艦発見いたしました。どうしましょう。この傘開けるボタンはですね。じゃあね、捕捉済みよ。撃て。やらせはしない。て、司令気をつけて。あそこです。どこに参ります。来撃が来ちゃう。あ、ミクラに行った。かわしたか、よかった。あ、なんだかだいぶ危ない 勝利と言いますかね、ちょっと覚悟したんですけど、かわしてくれましたけどね。勝利か、完全勝利とは思わなかったな。
今日、4回目のどうしましょうですね。もう瑞穂大活躍いいですね、駆逐艦大潮です。小さな体に大きな魚雷お任せください。はい、小さな体に大きな魚雷お任せください大潮、よろしくねちょっと言葉がうまく出てこなくてあれですね。朝潮型もね、輸送作戦ではねいつも大活躍なんですけども、ちょっと今日は出番がないのでごめんね、ありかね。このバシー海峡も特殊な海域ではありますけど、ちゃんとねルートを固定することはできる分だけ、オリオールに比べるとだいぶ楽なところはあります。よし、予定通り、道中一戦の、ボス戦となります。さあみんな頑張ってきてね。対空カットイン、そして好評的の先制ライン、ちょっと弱いと思ったら定時振りが出ちゃった。解剖官たちはね決して最後まで諦めませんからね。もらっちゃうけど、あと一隻は落としたい。あの5番目の駆逐艦。したいけど、いけないか。一発で落ちるかな、落ちないな。さすがに越勝利は厳しそうですけど、越勝利ならなんとかいけそうな。大丈夫かな。今日3回目の監視が よし、なんとか A 勝利取れましたね。いやー、さすがに T 字フリーだときついな。今回はね A 勝利で目的が達成できるから良かったようなもので、こんな私に祝福をくれるというの？司令官、いい人なのね。ね、最後には林もが MVP を取ってくれました。嬉しそうですね。はじめまして、トネ型2番艦、ちくまと申します。ちくまも来ちゃったか。これで従順4隻も来ちゃったな。なんとかしましょう。よろしくお願いします。はい、なんとか無事に戻ってくれました。おーい、提督、艦隊戻りました。あれ、遠征部隊か。すいません。
いつもね、まあ、東京急行で頑張ってもらっております。はい、こちらね、バレンタインチョコレート、私も作ってみなければ。教えていただいていいでしょうか。そうですね、まあ、太陽が、まあ、声の、まあ、機関というかね、まあ、その先端にも、まあ、関わっていましたから、まあ、平戸も当然、うん、まあ、今のようなコメントね出してくれるわけなんですけども、うん、いやなんとか、解剖官も今回活躍することができましたので、まずはね任務の受領の方に移っていきたいと思います。バレンタイン限定任務1号作戦達成することができました。はい、これはどうしたものか。やっぱりここはね特注家具職人に行きましょう。金谷さん、確か軽順を従順に回収する任務が来ていたと思います。実はね回収任務だけは先にやっちゃったんですよね。なので、まあ、出撃任務の方でね従順には活躍をしてもらおうと思っています。はい、鉱材2021、防気サイト2014、214、ゲットとなります。特注家具職人も取れましたね。はい、そして、給料館もねゲットということで、さあね、続いてバレンタイン限定2号作戦が発令されました。こちらの方は次回ね、配信していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、という感じで今日はね、バレンタイン限定任務1号作戦の、攻略を配信させていただきました。まあ、途中でちょっとねカンコレグッズの話なんかもさせてもらいましたけども、まあ比較的、まあ、穏やかな海ではあるんですけど、もうほとんどと言いますか全ての海域でね相手に航空母艦がいるという戦いを繰り広げておりましたので、まあ、これがね実際の戦闘だとこうは、いかないんだけども、まあ、今日はうまく切り抜けることができたので、まあ、よかよしとしましょう。はい、それでは前回前々回ともに艦隊分析ということでだいぶ尺といいますか時間がねなくてお話できませんでしたが、今日はちゃんとねいつも通りの最後の締めといいますか番組として今日は何の日コーナーをしていきたいと思います。桜井イリスさん任務おつありがとうございます。はい、それではね今日の何の日コーナーなんですが、はい、こちらですね、本日は、この日頃ブナの日を紹介させていただきます。まあ、実を言うと、まあ、前回前々回の時にも用意してたんですけどすっかり忘れておりました。申し訳ございません。日付の方は2月5日6日7日が記念日になっているそうです。こちらはニゴロブナの産地の滋賀県高島市が2010年平成22年に制定したそうです。2月5日6日7日はニゴロブナのねこの語呂合わせから来ているということで、この頃が船寿司の熟成が進み最も美味しいということなので、私はちょっと食べたことがないんですけどもね、皆さん、船寿司食べたことございますでしょうか。
今の時期が一番美味しいということだそうです。歴史の方はね、1500年の歴史を誇る滋賀県の伝統的な発酵食品、郷土料理の百選にも選定されている船寿司、琵琶湖の固有種ニゴロブナを使用しているそうですね。まあ、琵琶湖にしかいないということなんでしょうね。そのニゴロブナを全国に PR し、後世に伝えていくことが目的ということで、記念日は一般社団法人日本記念協会により認定登録されております。まあね、まだまだ寒い時期が続きますので、こういった、栄養満点のねお食事をしながら乗り越えていきたいと思います。本日はね、ちょっと 日付はずれちゃいましたけど、ニゴロブナの日を紹介させていただきました。本日はね、バレンタイン限定任務1号作戦の方を、配信させていただきました。今日もね、皆さん見に来ていただいてありがとうございます。こちらの画像はね、以前リスナーさんだった味であるスクさんから、いただいたものと、アップしてたものの2枚の方をね、今日も紹介させていただいております。今出した URL の方に現物がニコニコ動画の方にね出ていたりもするんで、もしご興味がある方いらっしゃれば、そちら見に行かれるとよろしいのかなと思います。次回はバレンタイン限定任務の2号作戦をやっていきたいと思いますので、ぜひね、次回も、皆さん一緒に、カンコレね、楽しんでいきましょう。今日もね、たくさん見に来ていただいてありがとうございます。カノヤさん、イデアさん、空母Qさん、一生涯ソロプレイヤーさん、アサフクさん、そして今回ね、チャンネル登録させていただきました、カプテンマタさんっていいのかな、ちょっと読み方間違ってたらすいませんもう見に来ていただいたりもしてね、そして桜井イリスさんもね来ていただいて本当にありがとうございます。次回も、この時間帯で、日曜日ですかね、配信しようと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回もお会いしましょう。じゃあね。